あとあれですね、今日は父の日なので、ね、やっぱお子さんがいる選手もいると思いますし、はい、お父さん頑張ってるよっていうのをね見せてほしいですね。そうですね。前半戦の折り返し、東京ヴェルディ対ザスパ草津群馬。今試合開始のホイッスル、そしてヴェルディボールで試合が開始されました。大きく右の奥へと展開していくボール、山越がポジション取り、その山越のヘッドが、うん、シュートを放っていきました。最後は森田、片尾は一番外、宮原武、うん、こぼれている、決めきれるか、入った、先制群馬、森田幸輝、いや川本選手ですね、ですね、はい、失礼しました、川本です、川本リオ、群馬が先制。左足で放っていく、片尾のヘッドでまだボールはある、打ち切れるか、もう一度ヴェルディが掴んでいく、谷口、左足決まった、南シュート、南、南の同点ゴールです。バスケ選手のクロスからもうしっかり跳ね返してましたし、ここでやや、まあ、ベンジットもそうですよね、ここでしっかりと走り込んで左足、まあ、ここですからね、これは意外性ありましたよね、まあ、谷口選手がそこまで行きましたしね、そのこぼれ球、まあ、見事に左足振り向けましたよね、まあ、ダイレクトでありましたから、まあ、少し守備選手の反応もね、まあ、遅れだと思いますし、ボールを取った田島が前を伺うか、うん、左足決めた、山田逆転ゴール、東京ヴェルディ44分に逆転ゴール。立て続けの、ね、ゴールは大きかったですよね。佐藤からの前へのボール、山中途中から後半から入っています。さあ竹が前で勝負する、右足決まった、同点、